皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、お久しぶりにガールズトレンド研究所第5弾の紹介をしたいと思います。実は10月の7日からもう新発売していたんですけれども、ちょっとお休みをいただいていて、週に1回か2回あげるかあげないかっていう動画を上げたばかりだったので、私いつも出してたやつがですね出せなかったので本当にすいません。ということで今日はガールズトレンド研究所のピンク縛りを買ってきました。今回もこんな感じで使うものだけ買ってきました。はい、まず早速なんですけれども、私が一番欲しかった商品を紹介します。じゃん、今回もスマートフォンケース買ってきました。こちらのユニコーンとこっちの牛乳パック、めちゃめちゃ可愛い。この間のは実際カメラ携帯で撮ってたのでつけられなかったんですけど、今回はじゃん、まだケースがあるのでつけてみたいと思います。マジで可愛くない？マジで可愛くない？これやばいよね。200円だよこれ。入れ替えてみたいと思います。シュピ、あ、すごい心地いいフィット感。よいしょ。あ、めちゃかわいい。ほら、ミルクって書いてある。こんな感じですかね。超かわいい。ぜひ皆さん買ってみてください。ユニコーンもつけてみようかな。これはマジで今日からマジで普通につけていきます。私ケースよく買えるのはここのね、カードを入れるコーナーに7個とか結構ポンタとか入れてるので便利なんですよ、こっちの方が。なんですけどこれはマジで可愛いから本当にやばい、超好き。いちごミルク大好きなんですよね。ではユニコーンもつけてみたいと思います。ユニコーンさ、絶対ここら辺になんかさ書いた方が可愛いよね。私なんか書いてみようかな。じゃん、あ、ユニコーンも可愛い。可愛いじゃないですか、ユニコーン。こっちだね、左だ。ユニコーンは左でも両方可愛いので皆さん探してみてください。はい、そして携帯ケースに続きこちら。はい、マイク付きイヤホンかっこユニコーンかっこウサギになります。この柄のケースも発売されていたんですが、私好みのピンクだったんだけれども、うーんって思ってこれは買わなかったです。これ1個200円ってやっぱり毎回思うけどコスパいいですよね。すごいなって思います。今日はどっちにつけていこうかな。最近イヤホン紛失してて困っていたのでめっちゃ嬉しいです。音質は前のイヤホンもそうだったんですけれども、普通にいいです。まあ、2,000〜3,000円のイヤホンと比べるとまあちょっとなんかなんだろうな、ちょっと違うなっていうのはあると思うんですけど、そんなに100均だからってめっちゃ悪いとかそういうわけではなかったです。はい、そしてじゃーん、ハートのガーランドになります。これは後ろにラブってつけてこんな感じにラブって書いてあるのですっごく可愛いです。これ2個買ったのはいろんなところにちょっとつけたいなと思ったので2個買ってきました。部屋の模様替えとかにもねすごく使えそうなので可愛いなって思います。はい、そしてじゃーん、マーキングペンになります。これはただ単にマーキングペンが欲しかったからです。しかもこれパステルなのでめちゃめちゃ可愛い。蛍光ペンあるじゃん、普通の蛍光ペンあるじゃないですか、黄色の。ああいうのじゃなくて自分だけのオリジナルのマーキングができるペンだと思って買ってきました。ちょっとこれ一本一本線を描いていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。右からこんな感じで色が出てます。一番意外と濃かったのはこれ色描いてないんですけど、コーラルピンクみたいな色が一番発色が良かったです。その次にこのパープルが良かったですね。あ、色味書いてありますね。エメラルドグリーン、ブルー、パープル、ピンク、赤みピンク。あ、赤みピンクって言うんだ。コーラルピンクって言っちゃった。はい、そしてこちらだけピンク縛りを一旦除去します。ということで
じゃん。はい、ふわふわもこポーチの猫ちゃんになります。ミャオって書いてあります。こっちはふわふわもこポーチのうさぎちゃんになります。これはね、私の愛犬にそっくりだなと思って、犬なんですけどね、愛犬なので、もこもことこの色具合とそっくりなので可愛くてラス1を買ってきてしまいました。中身なんですけども結構入ります。拳1個分ぐらいは入るかなって感じです。こんなぐらい。はい、そしてじゃーん、ブランケットです。これはうさぎのブランケットになります。これは300円商品です。ちなみにさっきのポーチは200円商品になります。ブランケット開けてみましょう。うさぎってさ、どこら辺がうさぎになってんだろうなと思うんだけど、あ、結構大きいんだ。本当にうさぎだ。ほら、ちょん、うさぎになってる。かわいい。そしてですね、この下、でで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 で、尻尾がある。尻尾があります。これだったらね、ちょっとした外出の時に持ち歩けてすごくいいなって思います。はい、そしてじゃーん、こちらがパーティープレートの5皿分になります。ちょっと開けてみましょう。まずこちら、え、超かわいいじゃん。こちらとこちら、こちらとこちら、めっちゃかわいい。これ壁に貼ってもかわいいと思います。普通にこう貼っても可愛いなと思うぐらい可愛いハートのお皿5枚になります。そしてこちら、プラスチック&フォークセットになります。これはね、これめっちゃ可愛いんですよ。誰か使うと思うので下触らないでおくんですけど、ここがほら全部ハートになってるの、超可愛くないですか。で、ちなみにこれが10本セットなので5人分ずつこんな感じで分けられてます。はい、そしてラストの商品になります。これはね、どこの店舗を探してもなくて、やっと原宿で見つけたんですけど、じゃん。はい、こちらはですね、パーティー蓋付きクリアカップ5柄アソートストロー付きハート柄、結構長い名称。これはね、なかなかなくて、まあ、私が多分、お休みをしている間に、もう発売をしてしまったので、まあ、その間にね、パパパッとこの1週間の間に、たくさんの方が買ったと思うんですけれども、やっと見つけられました。ストローはこんな感じに入ってます。そして柄が、はい。こんな感じで、ハグキスミーって書いてあるのと、ハート。そして、パーティーって書いてあるドットですね。こっちはハッピーウィーケンって書いてあるコップ。はい、そしてこれがラブ。ひたすらラブと書いてあるコップです。で、蓋が一個一個ついてます。今回のガールズトレンド研究所も、ピンクがいっぱいあって、ピンク縛りでこんなに買うことができたので、皆さんぜひ買ってみてください。それでは、森有でした。せーの、おつわり。バイバーイ。